はい、3月22日です、えー、今日は非常に穏やかな日で、えー、早咲きの桜が、えー、結構この桜林の中、えー、咲き出してきております。えー、今日ご紹介するのはこの桜林の中にある、えー、野生の桜ですね、えー、日本の野生の桜というのは10種類ほど、えー、あるんですけども今日は大島桜をご紹介いたします。 えー、この大島桜というのはあの伊豆半島房総半島などの,あの暖かい、えー、太平洋側の産地に、えー、生える、えー、桜です、えー。この花と同時にこの緑色の葉が、えー、展,開していくの展開するのが、えー、と特徴で、えー、この花弁も非常に大きい、えー、花弁をしてますから非常に見応えのある、えー、花弁つけてます。 えー、そのために、えー、っと、里桜ですね。あの、栽培品種の里桜の、ま、親になることが、えー、多い桜です、えー。これはあの、栽培品種で、ま、早咲き大島という、えー、品種になっています。まこの緑の葉は、えー、っと、毛があまり、えー、ないので、 えー、この桜餅の葉に、えー、用いられる、えー、葉になります。大島桜の、えー、葉ですね。はい。そしてもう一種類ありまして、こちら、長寿桜です。ものすごく目立ちにくい花弁つけてまして、えー、この桜はあの太平洋側の えー、産地に自生生すする野生の桜です、えー、このように、えー、ちょっと、えー、普通の桜とは違う形をしてまして、まあ、の生薬の、まあ、長寿に似ているので、まあ、長寿桜という名前がついています。えー、これ、なかなかこれ、目立ちにくいので、えー、通りすがると思いますけども、一応ご紹介しておきます。えー、長寿桜。 はいえー、今日は2種類の野生の桜をご紹介いたしました。